コウノス市コウノス付近埼玉県道32号、コウノス波線は埼玉県コウノス市から羽生市に至る県道である。通称は羽生県道、埼玉県コウノス市、行田市、羽生市を通る。コウノス市安養寺交差点からコウノス市交差点までは埼玉県道77号行田ハス線とコウノス市広田交差点からコウノス市北根地区までは 埼玉県道148号紀西高野ス線や埼玉県道313号北根勝武線と羽生市小松交差点から羽生市砂山交差点までは国道125号行田バイパスと重複する。また、高野ス市から羽生市へ向かう際、起点の高野ス市宮所の交差点から高野寺高野ス交差点までは住宅地が多いが高野寺高野ス交差点を過ぎると 田園風景が広がる。車線数は、起点の河野寿司宮所の交差点から、羽生市小松交差点までは2車線、羽生市小松交差点から、終点の羽生市小松大交差点までは4車線となって、おり、それ以東はそのまま、埼玉県道84号、羽生栗橋線へと続いて、羽生インターチェンジへ向かえるようになっている。なお、整理番号は1993年まで26。 だった。かつて、河野巣市安陽寺地区は、福音の狭く歩道がない上に、カーブの見通しが悪い箇所が多い中、路線バスや大型車が通行していたため、歩行者や自転車の交通に支障が及んでいた。しかし、2009年頃にこの区間を迂回し、歩道及び、車道の広い2車線のバイパスが開通したため、元荒川区地区間をスムーズに通行できるようになった経緯がある。 ありがとうございます。